ウィングシャトルは、関西国際空港第一旅客ターミナルの旅客ターミナルビルと南北ウィング間を移動するための新交通システムである。あくまでもエレベーターやエスカレーター同様、昇降機扱いで、日本の鉄道事業法や軌道法による鉄道、軌道には含まれない。路線上メンズウィングシャトルは、ターミナルビルの北ウィングを走る路線と、 南ウィングを走る路線路に系統がある。旅客ターミナルビル3階、出国審査場通過後の国際線、トランジットエリア左右にある本館駅を起点とし、ウィング中央部ゲートの最寄りとなる中間駅とウィングの最も端の最寄りである先端駅の3駅がある。本館駅と先端駅の間は、それぞれ545メートルとなっている。途中、 本館駅を出て、すぐに、車両基地があり、ここで車両の整備、改修、洗車が行われる。本館駅と中間駅の間には行き違い線があり、ここですれ違う。このため、この区間に入る、際、一旦減速される。早朝や深夜帯は、この行き違い線に一編成ずつ留置されることがある。走行中のウィングシャトル車内すべて、 最高時速 30km の無人自動運転で、航空機の到着、出発時刻に合わせ、最短2分間隔、最長で6分間隔の運行となっている。深夜帯は、運転を取りやめたり、各駅に備え付けの呼び出し、ボタンを押すことによって、車両をホームに呼び出し、乗車する形となっている。無料で乗車できるが、誰もが乗車できるものではなく、 関西国際空港第1ターミナル発の国際線に搭乗する、または海外から第1ターミナルに到着した乗客、もしくは第1ターミナル発着便を利用する形で関西国際空港を経由し、第三国へ乗り継ぐ乗客、乗員、及び空港関係職員が乗車できる。各、ウイングとも海側が先端駅行き、陸地側が中間駅行きとなっている。 路線の構造上、先端駅域は非常時を除いて中間駅は通過し、中間駅域は先端駅に行くことはない。新交通システムで見られるホームドア式となっている。どの駅もシックの関係上、出発側と到着側をガラスで仕切られた構造となっている。3両1編成で、 南北両ウイングに4編成ずつ、後日の整備事業の予備編成として1編成が配置されている。すべて新潟トランシス製である。シックの関係上、車両は出発客専用の1両と到着客専用の2両という構成になっている。各々の,の間は仕切り戸で区切られており、通常は閉鎖されている。前面には非常扉が設けられている。車体は 軽量ステンレス製である。制御方式は、サイリス体操制御である。車内の座席は折りたたみ式となっており、1両あたり4席となっている。また、車内中央部には、手すりがある。ドア上には LED による、位置表示灯が備えられており、到着する前に到着駅のランプが点灯する。ドアチャイムの音は、JR 東日本キハ100系機動車と同じ音である。 1999年に運行しているウィングシャトルを長期間整備する際の編成不足を補えるよう一編成増備された。使用しない時は本館駅出てすぐの車両基地もしくは先端駅に留置される。使用は最初に投入された八編成と同様だが南北両ウィングで使用できるようドア上の駅名表示が差し替えられる構造である。 南北領ウィングへは深夜帯に一度地上に下ろし、陸送され軌道上に釣り上げる。ありがとうございます。